取り入れれててていいるるが特にドラムンベースの先駆け的な存在として知られているロンドンエレクトリシティはトニー・コールマンとクリス・ゴスの二人から始まった。コールマンとゴスの二人はロンドンエレクトリシティが所属するホスピタルレコードというレーベルの創立者である。1999年にホスピタルレコードからデビューアルバムのプルザ・プラグが発売された。 ダブルベース、エレキギター、ブラスセクション、フルート、弦楽器などの生音が使用され、ジャズシンガーのリアン・キャロルが2曲でボーカルを務めている。本質的には、スタジオワークであり、トニー・コールマンとクリス・ゴスの共同制作である。2002年にはゴスが、ホスピタルレコードの経営に集中するためにグループを離脱し、コールマンのソロプロジェクトに変化した。 2003年には3作目のビリオンダラーグレービが発売された。アルバム制作過程で関わったアンディ・ウォーターワース、ランドスライド、MC ウレック、ジャングルドラマー、リアン・キャロル、ロバート・オーエンズなどのセッションミュージシャンを巻き込んでバンド形態でライブを行った。2004年にはライブグレービというタイトルのライブ DVD が発売された。2005年に5作目。 パワーバラッズを発売。今作は、アルバム自体を、ライブバンドと同じ編成で制作しており、これまで以上に、生音やボーカルを多用したアルバムに仕上がっている。今作は評価され、リアン・キャロルは、BBC のジャズアワード2005の最優秀賞を、受賞し、ソロジャズシンガーとしてのキャリアを追求することになった。2006年にはライブに関わったアーティストと一緒に、 作った5作目のメディカルヒストリーが発売された。レーベルのポッドキャストが開始され、ホスピタルレコードと契約したロジスティックスなどの特別ゲストも巻き込んで行われている。2008年9月に6作目のシンコペートシティが発売された。2011年4月には7作目、ヤイクスが発売。日本版には メテオライツをもとにアムウェイを迎えて制作されたロンドンは夜8時が収録されており非常に好評を得てこの曲のみを題材としたリミックス集が配信されるまでに至るマイスペースの公式ページによるとトニー・コールマンは影響を受けたアーティストとしてトーキングヘッズ、フェラクティク、クラフトワーク、ブライアン・イーのレッド・セッペリンや その他多数を挙げており、影響を受けたジャンルとして、ジャズ、ソウルミュージック、ラテンミュージック、ダブ、ロック、パンクを挙げている。彼の曲の中でも、リワインド、アタックシップス、オンファイア、サウスイースタンドリーム、ドゥーユービリーブ、メインイングレディエント、リメンバーザフューチャー、ラウンドザコーナー、ソングインザキーオブナイフなどで、それが顕著である。メディカルヒストリーや、 アウトペーシェンツのようなアルバムでは、アシッドジャズや、ブレイクビーツなどのジャンルを取り入れており、インキュラブル、ラウンドザコーナー、テーマフロームザラントサンクション、ザラントザットタイムフォガットなどの曲でその傾向が見られる。いくつかのサイドプロジェクトを立ち上げており、大抵は、ホスピタルレコードから、時には、その他のレーベルから発表している。アシッドジャズグループの、イジットや、 ハウスミュージックグループのフューチャーホモサピエンスなどがそうである。トニー・コールマンとクリス・ゴスの二人はピーター・ナイストリオやドアーフ・エレクトロのメンバーでもある。ありがとうございます。